バニエールドビゴールは、フランスの奥下に位地域圏のオートイコールピレネー圏の南西に位置するコミューンの一つ。バニエールドビゴールは、アドゥール川に位置している。グランテルメ古代ローマ時代より、温泉地として知られてきた。アクイタニアの部族であるビゲリオ族を、ユリウスカイサルの軍が平定後、ローマ領となった。ウィクスアクスの名の都市が作られており、1823年には、 ローマ時代の水泳プール5カ所が発掘された。ローマ衰退後は温泉地として忘れ去られた。しかし、軍事の要所として城壁が残り、いくつかのキリスト教修道会が根を下ろした。中世のバニエールドビゴールは、ナバラ王族に気に入られた保養地であった。フォアハクガストン4世とナバラ女王、レオロールの挙式の地として1434年にバニオールが選ばれた。 後には、女王ジャンル・ダルブレと息子で、後のフランス王アンリ4世が保養に訪れた。オック後の名バニエラスとして生まれ変わった町は、数世紀にわたり、名声を取り戻していった。ミシェル・ド・モンテーニュの肖像やメヌコーの肖像から、町が貴族や裕福なブルジョワジーを迎えていったことがわかる。19世紀に、バニエールは黄金時代を迎えた。 世界的な文化の潮流である、ベルエポックの舞台となったのである。アルフォンスド、ラマルティーヌ、ナポレオン・ボナパルト、ギュスターブ・フローベール、ジョルジュ・サンド、ロッシーニ、登山家ヘンリー・ラッセルらがバニエールに滞在した。バニエールはいわば、ピレネのアテネであった。1828年、グランティルメがベリー公爵夫人によって開始された。バニエールは、 悪演出に象徴される数多くの温泉保養地を開く要素にこのようにして貢献したのだった。バニエールは鉄道設備という第二次産業で知られてきたが温泉保養と観光がさらに重要である。ありがとうございます。